まだったこの日本大会にも、はい、これがルーザーズファイナルの対決、はい、さあ勝てばサコ メナとか分かりませんが、はい、ファブのサコ選手が上で待っているという状況ですね。はい、そしてこの組み合わせはトパンがチャンピオンシップでも、はい、まあ、あった組み合わせですね、はい、その時にナッシュが登場したと。そうですね、あの時はナッシュの強化が入ってからかなり日が浅かったので、はい、対策をしきる時間が、ね、あのバレットクリアで引き込むのはやっぱコンボとしても結構優秀ですよね。そうですね、沖縄バレットクリアがそのソニック近い距離のソニックもそうですし、牽制技にかみ合った際も引き寄せてコンボが入るので、はい、非常に強力ですよね。さあ体力リードはボンちゃんのナッシュ。さあしっかりイエスサイスタイクから、まあ、かつてはラストナッシュと言われたこのボンちゃんのナッシュが、はい、このボンちゃんシリーズ、まあ、サブキャラの中で3枚目の手札として、うんうん、やはり今シーズンも要所で活躍している。飛んでいる、綺麗に飛んでですね、かなりガイルに対してもそのバレットクリアの存在によって、はい、その弾打ちでアドバンテージを取れるのが大きいですよね、ナッシュが。さあムーンにはマジレスアッパー。さあこの辺りは反応さすが、この V シフトが入ったことで、はい、ムーンサルトもガードさせたらねかなり有利になって、はいはいはい、ナッシュ側もかなりね攻めやすくなってるんですよね。さあこれバレットクリアですね。そう、手で引っかくように空間をつかみ取る。 V ゲージも取れますし、まあ、判定もなかなか強めですからね。そうなんですよね、結構あれ差し返しはしやすいんですけど技が噛み合うと引っ張られちゃうんですよね。そうですね。さあこの画面端は樋口のチャンス。うわー割れている、さあ後ろに回って挟み込んでのボンちゃんの鮮やかな逆転劇。素晴らしい、これで 1-0。 ガエル後ろって感じでしたね。そうでしたね、いやよく我慢しきりましたね。でも今の場面もウィリバーサーであったりとかドンピシャで暴れて、まあ、しかもあれずっとガードし続けてると、まあ、削りもねちょっと見えるような危険な場面になっていたので、ナッシュであれば移動系のウィリバーサーなのでそのまま、そうですね、はい、逃げられもするんですが、V ゲージもね運用難しくはありましたが、しっかり的確に暴れましたね、はい、見事でした。おっとマジか、お気がするのに中継ターゲットですね。あれバックナックルに見てから打ってますよね、打ってますねそしてやっぱりバレットクリアの利点として V ゲージがとにかく溜まりますね。すでにそうですね、これでもうトリガーが使用可能と。体力は3分の1程度しかまだ減ってないんですが、さあここもソバット確認発動、しっかり確認しています。さあ裏剣から前に出る。さあ樋口がもう両ゲージマックスになりそうだ。おっとこれはトリガーが溜まってもおかしくないですし、おっ来たー、時間停止を使っての倒しきり、素晴らしい玉抜けでしたね。いやお見事ですわ。いやこの辺りやはりこうゲージが溜まってくるとできることが増えてきて、はい、意識をどこに置くかっていうね読み合いにもなりますよね。そうですね、球を見ているのであればステップが通ったりと通常技で削りに行ったりもできますが、まあ、読み合いですね本当に、おっしゃる通り。さあここは相打ち先端気味、いやいい後ろラインになるぞ。樋口はどうする、足の我慢強さがすごい。そうですね、さすがボンちゃんといえばねやはり受けがうまいというところもあって、ナッシュでもその受けの強さふんだんに出している。うまい、うまい、立ち中オクラ戦エクソニック。微妙な中距離投げ前の外からの、まあ、打撃重ねと、はい、素晴らしい選択だった。樋口はどうするか、中距離のバレットクリア少しリスク背負わせたいですよね、樋口としても。そうですね、ただ意識するとそこでの技置きが止まってしまうという、はい、そこですね。入れ替える。さあしかししっかりこれも確認している。追いつきましたね。そうですね、画面状況はボンちゃんのナッシュが優勢。樋口に焦りは見られないのはさすが、しっ
かりとソニックを置いて、ブレードを置いて自分のペースにしていく。深いゲージお互い溜まりそうですが、さあこっからのゲージ回しが非常に難しくなってくる時間帯。体力リードは樋口ちゃんも攻めなくてはいけませんが、球も結構打ちたいですよね。さっきのそうですね、ハリケーンでの球抜けなんかもありますし、樋口は攻めなくていいですから、あとワンガードでトリガーが溜まる。さあまだ溜まっていないか、ギリギリ、これ溜まった、これでワンボタンでのカンニングができてしまうので、ポンちゃん球は打ちづらくなる。意識を割くのも少し楽になりますが、ポンちゃんはステップもしくは、おお、いつ発動にした。時間がない、もう10秒切っている。樋口は逃げ切るか、投げでは追いつかない。あ、いやそうですね多分削りで白ゲージを奪いつつっていうところでしたが、ギリギリまで引っ張れば、もしくはっていう体力でしたね。結果樋口の見極めが素晴らしかったです。お見事、これで1対1。さあやはりボンちゃんのナッシュの切れ味がいいかなと思ったんですが、樋口動じてないですよね。そうですね、結構嫌な、そうなんでしょうね、バレットクリアだったりとか、要所の嫌な動きに対しては対処しきれているわけではないんですが、まあ、自分の強みを生かしての、そうですね、しっかりとその樋口というプレイヤーの強み、そしてガイルの強みを生かしながらこのナッシュ戦を戦っていく、まあ、ある意味いつも通りの戦いで1試合取れたという、そんな印象。さあボンちゃん対樋口、上で待つのは佐向。やっぱりロマン戦で体力リードを樋口側が取れると大きく試合が傾きますね。ナッシュを追いかける展開になってしまうとかなり樋口側としても苦しいですから。さあ差し返す、さあソバットの前もしっかり見えている。そこうまく打ち下ろしをしっかりガードを。サイズ EX 噛み合った形。さあやはり追いかける展開になるとかなり苦しいですね。そうですね、なんかこの序盤戦がポンちゃんとしては非常に重要になりますが、樋口はつかず離れず前飛びも見せるか。いいですね、試合巧者ぶりを見せている。ここでのソニックのあまり結構距離を離して戦うようになりましたね。そうですね、中距離でのバチバチは減ってきたが、これ画面端は樋口が取っている。さあしかし早々に CA を当てて体力リードを取っていくのはボンちゃんのナッシュ。そして次のラウンドを見据えてゲージを回していく判断ですね。さあ樋口を追わせながら自分はゲージを貯めるという非常にいい試合展開になった。これでロンちゃんとしては待ちながらガイルを迎撃する展開を作れますから、まあガイルが前に来る展開になればソーバットも当てやすいというところでしょう。前に来る、ただシフト狩りクラッシュカウンターしている。投げ打って、さあ樋口には CA があるのでテンペストありますよ。いい形でワンタッチできればそのまま終わるぞ。これはもうオープンからブレード、おっとおっと、これはジャクジャクサマーからしっかりやりけん、どこら届いている。お見事、前に行く判断素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。トリガーが終了する前にテンペストでなければおそらく足りていなかったと。さあこれで2対1、ポンちゃんが先に追い詰められた。序盤、そうですね、今のセットなんかもかなり追いかけさせる展開を作って、まあ、リード取れていたのかなと思ったら樋口食らいついてきましたよね。食らいついてきましたね。やはりこの辺りの自力、さあ両者ガードが硬い中で細かい技に難しい差し返しをして序盤の体力は奪い合う。
さあ先ほどからやはり樋口のこのソバットがねいい形で当たってコンボになってますよね。そうですね、カウンターで当たっているのでいい場所で打ててますね。他の打撃はほとんどね2人ともガードしているんですが、はい、あれだけが試合を動かす起点になっているここですね。そうですね、中間距離でしっかりとセンター当てを狙っている。そこからモンちゃんが投げの後に CA が溜まって、さあこれでどこを見るか。チャンピオン、あの樋口にはトリガーがある。さあ大足発動からゲージが溜まるか、隠れますね。相打ち、もう相打ちは許されない樋口。ボンちゃんは何を狙うか、削りもあるか、無理にはいかないか、我慢強い。バルトクリア、おっと打ち込んだ、打ち抜いたのは樋口。あそこから追いつきますか。いや食らいつきましたね。そしてリーチは樋口のガイル、弾力を見せつけた。あれしか勝ち筋なかったと思いますけど、それをちゃんと通しましたね。さあこれはトラジディが出ている。さあボンちゃん、これここでゲージを一つ使った。そしてブレードからついていますね、ソニック。ここボンちゃんに早い段階でトリガーが溜まるので、そうですね、あ届かない。ここでトリガーが溜まって両ゲージマックス。ここは仕留めたいボンちゃん、しかし樋口が持ち前の弾力で猛追してくるぞ。これリーサル見えてますよね。見えてますね。弾も打つ、タッチ圏ない、挟み込むがガードしている。さあそして返すかどうで、樋口が反撃ののろし、危ないですよ。投げを一つ、モンちゃんには V ゲージは1本あるが、チビソニックと止め、もう一丁投げ、樋口の弾力がモンちゃんを砕いたか。おめでとう、お見事。グランドファイナル進出、ルーザーズ側からは樋口選手、はい、ビハインド、体力ビハインドした後のそのまくる能力がすごく